回黄色がついたらひっくり返します。よいしょ。美味しそうな焼き色がついたらパンはそれで完成です。皆さんこんにちは、料理家の鳥井由香です。今日はお手頃ステーキ肉で牛肉 100% のハンバーガーを作っていきます。材料はこちらです。赤身のステーキ肉、ハンバーガーに良さそうな丸いパン、油に塩、それからお好みの野菜、今日はレタスと紫玉ねぎ、トマトを用意しています。それでは作っていきます。今日はビーパルの12月号の付録を使います。こっちが盛り付け台で、こっちがまな板になっているので、まずはまな板の方から使いますね。同じまな板で調理をしていきたいので、お肉の前に先に野菜を切っていきます。トマトを切ります。お好みの厚さで切ってください。よいしょよいしょ。はい、お皿に開けておきます。玉ねぎなんですが、今日輪切りで使うんですけど、焼いてる時にバラバラになってしまうことがあるので、バラバラにならないようにようじを刺したまま焼いていきたいので、こうブスッと、このくらいかなっていうところにまっすぐようじを刺していきます。わかりますかね、これこの用紙が輪切りの真ん中になるようにカットしてあげてください。そうするとこう焼いてる途中をばらけずに焼くことができます。このまま置いておきます。これもお好みの厚さで構いません。ちょっと厚くなりすぎちゃったので少しずらします。はい、続けてお肉も切っていきます。もしバンズ切れてない方はこの時点でカットしておくと楽です。今日使ってるお肉は赤身のステーキ肉で、本当スーパーでお手頃に手に入るものです。でひき肉を使うのもいいんですけど、こうやって自分でお肉をカットしてハンバーグにしてからハンバーガーにしてあげると、すごい噛み応えがあって美味しいハンバーガーになるので、時間があるときはぜひ試してみてください。もう端からどんどん切っていって、そんなにね細かくする必要ないです。1センチないぐらいかな、ぐらいの角切りで、切れたものからボウルに移していきます。はい、切れました。刻んだお肉でパティを作っていきます。お肉に対してだいたい 1% のお塩を入れます。今日は 300g のお肉を使っているので3つまみ、親指、人差し指、中指の3本でお塩をつまんであげると大体 1g になるので、それを3回入れました。ボウルの中でよく揉み込んで、この塩がお肉の接着剤の代わりになってくれます。そしたら今日は2人分のハンバーガーを作っていくので、大体2つに分けてをペタペタと丸くします。よいしょ。で一つ、ここまでお家でやってきてラップにくるんでキャンプ場に持ってくるのも楽ちんなのでおすすめです。なるべくこう空気が入らないようにまとめてあげてください。よいしょ。はい、これでパティの完成です。美味しそうな焼き色がついたらひっくり返します。よいしょ。多少ね焦げても気にせず、この焦げも美味しさの一つですので、これでもう
裏側にも焼き色をつけてしっかり火を通せばパティの完成です。お肉がそろそろ焼き上がるなとなったら横でパンも焼いていきます。半分にカットしたパンを並べて、美味しそうな焼き色がついたらパンはそれで完成です。でお肉の方なんですけど、ちょっと火の通りが難しいなっていう時はアルミホイルやこういう蓋をしながらしっかり火を通してあげるといいです。パンが焼けたらハンバーガーを組み立てていきます。それではハンバーガーを組み立てていきます。下の台の上にレタスを乗っけて、トマトを乗っけて、玉ねぎも乗せてからヨウジを抜きます。お肉と、はい、てっぺんにパンを乗っけてこちらで完成です。はい、それでは完成です。見た目の通りものすごいワイルドに出来上がってますので、もう外ですから思いっきりガブッとかぶりついて召し上がってください。皆さん、ビーパル公式 YouTube チャンネルにいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。